こんにちは、アニマルタイガです。はい、今日からですね、皆さん気温がぐっと下がりますので、爬虫類飼育者の方々、部屋のね、温度調節をしっかりとしてください。季節の変わり目はね、爬虫類結構ね、落としてしまう方が多いかなと思いますので、まあ僕もそうですけどね、しっかりと温度チェックしておきましょう。ということで、今日なんですけども、先日ですね、なぎちゃんと一緒にドライブをしてですね、自然採取行ってきました。カメちゃん採取ですね。カメちゃんを探しにちょっと旅にね、出て行ったんですけど、そこでですね、見つけてきた、捕まえてきたカメちゃんがいますので、紹介したいと思います。こちらです。こちらですね、このちゃちゃ丸っていう、この茶色い毛玉みたいなカメちゃん、これカメですよ、皆さん。こんな毛のくせ、これちゃちゃ丸じゃなくてガチャボくんですけど、こっちです。じゃじゃーん、見てください。3年ぶりぐらいかな、このサイズ、すっぽんちゃんでございます。やい、やりましたね、なぎちゃん。すっぽんちゃんをね、3匹こうちょんちょんと、これこの子はもう100円玉ぐらいですね。この子で500円玉ぐらいのサイズの、超超ちっちゃいね、すっぽんちゃん3匹捕まえてきました。まあ今回ね、カメちゃん探しね、かなり遠くまで行ってたんですけど、今年ね、僕の近所のところでなかなかカメが見れなくて、去年までは結構草亀とかいっぱいいたもんね、うん、スッポンもいたもんね、うん、いたんですけど、まあ石亀はね、この辺じゃ見たことないですけど、スッポンと草亀と赤耳亀とたくさん近所にいたんですけど、今年全く見れなくて、カメちゃん探しが全然できてなかったんですけど、遠くまで行ってね、捕まえてきましたガッちゃんが体当たりして、ガチャも取ってきました。1匹ずつじゃ見てみますか。このね、ちっちゃいサイズなんですよ。これこれ見て、これこのサイズね、ツルツルしてるからね、持ってるのが大変だけど、これお腹面こんなに赤いんだね。今見た、うん、だから、あ、この子そうでもないか。さっきの子がじゃあとびっきりすごかったんだ。あ、ほらほらほら、この子とね、あ、薄い。いや、こっちの子めっちゃ赤いじゃんね、見て、うん、ほら、あらららららあららあらららららいや、超かわいいすっぽんちゃん、これ3匹捕まえてきましたけど、どうですか。もう3年前にね、このベビーちゃんサイズで捕まえてきたすっぽんちゃん、僕の飼育管理が良くなくて亡くなってしまったので、すっぽんちゃんね、今お家にいないんですけど、この3匹がね、また捕まえてきましたからね、かわいいっしょ。あ、ダメダメダメ、結構ね、こう噛みついてくるんですよ、すっぽんちゃん。やっぱ凶暴な感じなんでね、見てて、これよいしょ、チュンチュン、あー噛んでこないこんなことしてると噛んでこないかわいい。もうね、うちに来てどんぐらいだ、3、4日経つんですけど、ご飯もね、食べてくれてます。もうすぐね、捕まえてきて次の日にご飯あげたら普通にね、食べてくれました。ちょっとご飯あげてみようか。もっちゃんはね、避妊手術頑張りました。もうちょっとしたら抜歯をしに行くんですけど、カラーがお似合いですねすっぽんちゃんがちっちゃかったってことで、ちょっとマクロレンズにね、切り替えて撮影してるんですけど、もっちゃん綺麗に写ってる。あらら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 、ら、かわいいね、うちの猫は。本当にちゃちゃ丸といい、もっちゃんといい。はい、こちらです。カメちゃんにあげるご飯はカメプロスですね。うちのカメちゃんはこのカメプロスか、レプトミンスーパーを大体あげてます。あとはなんか肉だったりピンクマウスとかか、たまにあげたりっていうのをしてますけど、大体の子はもうこれをね、主食であげてるかな。これがあんまり水も汚れない、まあ汚れるんで毎日 2,3 回僕は水替えするんですけど、これをね、あげてます。じゃあいきますよ、もちちゃん。もちちゃん食べるの？もちちゃんはこのカメさんのご飯いらないでしょ。これ匂いするね、匂いする。これガチャも、ジャジャ丸じゃあカメちゃんにあげますいきますよ、ぽい。まあ見てるところじゃあんま食べないかもしれないけど、ぽいぽいぽいと、これだいたい5粒ぐらいを1日2回入れてます。どうなんだろう、スッポンさんはサイズ、これちっちゃいけど成長スピードは
早いのかな。いいでしょう。おじちゃん影になっちゃう。おじちゃん影になっちゃう。すごいね。うん。マクロレンズ最強かなこれ。すごい食べてくんないかやっぱ。お、おいた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 。噛みついた？うん。頑張れ。ちょっとあんま刺激しないように。お、手前の子も行ってる。手前の子行った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 。ああ、行った行った行った。どんどん行ってる行ってる。すごいすごいすごい。あんまり見てる前じゃ食べなかったんだけど。いいね。もう一匹の極小ちゃんはまだそっぽ向いてるけど。おじちゃん来ちゃダメ。じゃあ影になっちゃう。スッポンさん食べてください。おーいいね。いいですよ。やっぱりね、亀をねこう探しに行くってなったらね、かなり遠くまで行かないとねいけないですけど、今回はかなり西の方へ進みましたね。俺のあれだね、運転史上最長距離だね、うん、片道で言うと今まで静岡のアザンティックまでが一番最長だったけど、もうその倍以上運転して自然採集って。やっぱね、カメちゃん探し楽しかったな。超楽しかった。日帰りだったって。そう、もう日帰りだからね、なんとか。近畿の方行って日帰りって無理だよ、関東線で。もっとがっつり探したかったところあるよね、うん、もっと時間取って。今回はまあ一応向こうのねお知り合いの方に案内してもらって行ってきたので、まあいるポイントに直接行けたので良かったですけど、やっぱり自分たちもこう探したいなっていうのがあるので、またねちょっとカメシーズンはもうね、野生の子たちはもう今月がギリギリじゃないかなっていうところだと思うので、みんなあとはどんどん隠れてっちゃうと思うから、もう1回2回ぐらいちょっとねカメちゃん探し行きたいんだよね。草ガメを探したい。草ガメ、草ガメと石ガメ。石ガメも見たいな。大きい石ガメはねいなかったんですよね。ちっちゃい石ガメはいたんですけど、石ガメちゃんと可愛いでしょ。スッポンちゃん、ナギちゃん、うん、ちっちゃい時は可愛い。スッポンはね、ほんと首がね伸びるからね、まあ持つ一個ではないですよね。あ、いたいたいた、可愛い。爆食です、爆食。このサイズのスッポンは本当になかなか取れないんじゃないかな。逆にね、あのこのちっちゃいサイズしか捕まえられなくて、ちょっと大きいとねやっぱね警戒心が強いのか、すぐね逃げて泥の中潜って、泥の中でなんか移動できるから、網をねその潜ったところに入れても全然いなくなってたんでね。代わりになんか草が見たってた。そうそうそう、潜っ、あのスッポンがいて、でスッポンが潜ったと思って、そこの潜ったところを網ガってやったら、まさかのカメちゃん、あの代わり身をしてて草ガメが取れるっていうね。あれめっちゃ面白かったね、うん、あれとか言ってスッポンがいないじゃん、草ガメちゃんも取れて、まあ、草ガメもね何匹かこう取れて連れて帰ってきてるんで、またね別の動画でちょっと紹介したいですね。そのね草ガメちゃんがねかなりねこう変わってる、珍しいんじゃないかなっていうので、まあ、ちょっと草ガメ詳しい方にねちょっと生で見てもらってからちょっと動画撮ろうかなっていうふうに思ってるので、またね後日紹介します。ちなみにね、あのカメちゃん採取動画は撮ってないです。探すので必死でね、もうそれどころじゃちょっとなかったんで、ちょもうちょっとね時間があればねゆっくり撮影しながら撮るっていうのできたけど、もう弾丸だから、日帰りだからだよ、時間の勝負だったから。なぎちゃんも助手席で大変だったでしょ。うん、本当にしんどい。もうね向こう行くときは、遠く行くときは200キロ以上行くときは泊まりたいね。普通行ってくんないよ。感謝してほしいよね。楽しかった？まあまあまあ。まあ、過ぎてみれば楽しかったなって。ああ、じゃあスッポンちゃんね、
はい、捕まえてきましたので、これね紹介させていただきました。もう元気よくねご飯も食べてくれてるので、しっかり成長していくんじゃないかなというふうに思います。まあ、これ3匹いますけど、みんな僕の家で飼うっていうよりは、まあ、販売もねしようかなというふうに思ってるので、直近だとビッグレプですね、はい、東京ビッグサイトでジャパンレプタイルズショーが10月の末にありますのでね、そちらでちょっと販売しようかなというふうに思ってます。かわいいスッポンちゃん、皆さんよろしくお願いします。頑張ってもちちゃんもよろしくお願いします。ねむねむだね。ねむねむだね。あ、ちょっときついかはい、ということでいかがだったでしょうか。亀ちゃん採取でですね、捕まえてきたスッポンちゃんのご紹介でございました。可愛いスッポンちゃん、皆さんよろしくお願いします。ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらチャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。